9月29日、日本時間、米大リーグで始まった開幕戦。ドジャース、大谷翔平が、離席後初の本拠地デビュー戦で2安打を打ち、好調なスタートを切った。この日は、背番号17のユニフォームを着たマミコ夫人も応援に駆けつけた。ドジャースタジアムのVIPルームに、愛犬のデコピンを連れて登場。デコピンを抱っこしておやつをあげたり、写真を撮影したりしながら、大谷翔平の雄姿を観戦していた。そんな中、マミコさんのテーブルの上に乗っていた、ある食べ物が注目を集めている。写真をアップにすると、テーブル観戦席の上にはコーラなどの飲み物に加え、日本人には馴染み深い、湾曲した形の茶色い容器が。この容器が24日からドジャースタジアムに出店した築地銀だこのものではないかと SNS で話題になっているのだ。このお皿の感じ、マミコさん銀だこ差し入れされてません。マミコさん銀だこ食べとる、急にたこ焼き食べたくなった。マミコさん銀だこのたこ焼き食べたっぽい。全国各地の野球場に出店している銀だこが、ミツルを辞してメジャーの世界にも進出した。2月のファン感謝イベントでは、大谷翔平は司会者から、たこ焼き、とんかつ、お好み焼き、天ぷら、焼き鳥、照り焼き、しゃぶしゃぶの中で、僕に作ってほしいものはと聞かれ、たこ焼きと回答。翌月には本拠地に銀だこが出店するというまさかの展開となった。なお、円安の影響もあり、ドジャースタジアムの銀だこは1船約2000円というびっくり価格だ。日本の場合は1船約600円のため、3倍以上の価格となっている。このところ、結婚早々の大騒動に心を痛めていたであろうマミコ夫人。慣れ親しんだ日本食で気持ちを和らげてもらおうというスタッフの気遣いだったのかもしれない。マミコ夫人が観戦した大谷翔平ルーム内部が話題背後に注目、嬉しいな、飾られているのか。本拠地カージナルス戦を観戦。米大リーグドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、ドジャースタジアムで行われた本拠地開幕のカージナルス戦に2番 DH でスタメン出場。3打数2安打1四球、1三振とマルチ安打で7対1の勝利に貢献した。この試合には妻、マミコさんと共に愛犬デコピンも訪れていたが、観戦していた席にネット上のファンからは、嬉しいな、飾られているのかと部屋にあったものにも注目が集まった。本拠地開幕戦を観戦に訪れたマミコさんは、愛犬デコピンを膝に抱えてグランドに視線を向けるシーンも。観戦していたのはスイートルームのようで、壁には大谷翔平の3種類のユニフォームが飾られていた。ファイターズ、ドジャース、侍ジャパンと綺麗に額に入れて飾られてあった。この様子を確認した X 上の日本ファンからは、ファイターズのユニフォームも飾られてるのか、大谷翔平くんルームにちゃんとファイターズのユニ飾られてるの嬉しいな、ユニフォームが額に入って飾ってあるの良いよな、侍ジャパンユニフォームがあってここが大谷翔平専用ルームだとわかりますね、などと反響が集まっていた。大谷翔平はこの日2安打。第1打席では観客からスタンディングオベーションで迎えられるなど歓迎ムードが広がった。土軍本拠地に出現。新球場飯は、マミコさん食べたかな、高級、日本食に注目。ドジャースタジアムに、築地銀だこが出店。ドジャース7、1カージナルス、日本時間29日、ロサンゼルス。大谷翔平、山本由伸両投手が加入したドジャースの本拠地では、新たに出展された日本食が注目を集めている。28日、日本時間29日、カージナルスとの本拠地開幕戦で、築地銀だこが出現、マミコさんも食べたっぽい、美味しそう、などと注目が集まっている。大谷翔平、山本の加入で日本ファンも多く詰めかける中、三塁側コンコースに出店された築地銀だこには開幕戦から多くの人が並んだ大阪名物を美味しそうに頬張るファンの姿も多かった。
この日、大谷翔平は2番指名打者で出場し、3打数2安打1四球の活躍を見せた。球場にはマミコ夫人がデコピンと共にスイートルームで観戦。SNS では、マミコさん、銀だこ食べたかな、と気になるファンの姿もあった。なお、たこ焼きの価格はオリジナルで 13.99 ドル、約2112円、とアメリカン価格、銀だこが2000円オーバーって、高級たこ焼きと日本との値段の違いに驚くファンも多かった。大谷翔平の本拠地開幕戦に妻、マミコ、愛犬デコピンも駆けつけるブースには日ハム、WBC、ドジャースのユニフォーム。ドジャースの大谷翔平選手は本拠地開幕戦となるカージナルス戦に2番 DH でスタメン出場。その姿を球場で妻、マミコさんと愛犬、デコピンが観戦しました。大谷翔平選手はノーアウト1塁で迎えた第1打席、ライト線方向へのヒットを放ちます。スリーベースヒットを確信したのか、大谷翔平選手は2塁ベースを蹴って進塁しますが、一塁にいたベッツ選手が三塁で止まってしまい、大谷翔平選手は二三塁間で挟まれるまさかの走塁し。それでも5回第3打席にはライト前ヒットを放つなど、本拠地開幕戦でマルチヒットを記録しました。アメリカ帰国後は、オープン戦3試合で無安打となっていた大谷翔平選手ですが、ファンの心配をかき消すマルチヒットなど、3打数2安打の活躍でチームの勝利に貢献しました。またこの試合、球場に妻のマミコさんと愛犬デコピンも駆けつけ、日本ハム時代、WBC 日本代表、そしてドジャースと、3種類のユニフォームが飾られたブースで観戦を楽しみました。